でもやだな夏。まあ部屋から出ないことが多いから別にどうでもいいペコだけどさ、夏になると暑くて嫌ペコだし、エアコンのリモコンちゃんと探さなきゃいけないから暑くなって欲しくないの。ピュー。まだ探してないんですか？うん。しかもさ、エアコン掃除しないとやばいよね。冬は使わなくてさ、なんとか済んだからあれペコだけど、もう全然動かしてないからやばそう。エアコンも掃除しなきゃ。いや、エアコンの下に荷物たくさんあるから掃除したくてもできない。どうしよう、部屋がピュー、カビやばそう。やめてよ、もうマミー呼ぼうかな。カビで喉やらかすのが一番嫌だからマスクしてちゃんと掃除しよう。ダスキンがいいよ。え、なにそれ、ダスキンって。あ、お掃除屋さん。人と話したくない。人と話したくない。もういやいや。知らん人と話したくない。え、だってさ、そのダスキンさんがいるときペコラは何してればいいの？人見知りなの？いやな、人見知りというかさ、知らん人が人の部屋に入ってきてほしくなくない？それなんだっけ。その業者さんが入るスペースないよ。みんなからのね、愛のあるプレゼントでいっぱいだから今部屋が。呼んでもさ、掃除できるスペース開けられないレベルペコなんですけど。開けれない。人の踏み場がろくにないから。なんかもうペコアラン、新しい家欲しい。新しいお家欲しいな。なんかペコアラ自立しようかな。できないけど。できないペコだけど自立したい。もうペコアラの今の子供の部屋だと無理だ。ペコども部屋だと無理なんだ。ここだと。プレゼントのことマミーなんか言ってた、言ってたよ。いらないものがあったらちょうだいねって。いらないものなどありませんって言っといた。いらないものなどありませんペコですからって。もうペコーナー、一人暮らししてみたいな。そろそろしたいけど死んじゃいそうだな。いや、ペコーラ一人暮らししたら多分どうなるんだろう。でも自炊するよ、ちゃんと。ペコーラは偉いから。配信減るのは嫌だな。減らないと思う。むしろ増えるんじゃない？わかんない。増えやしないか。今まで通りだと思うけどな。だってやることねえし。家にいるときだってやることないし、配信以外。絶対減る。減らないよ、ペコーラ一人暮らししたら。まあ、一人暮らししてペットとか飼っちゃったな。なんかペットとにゃんか、あれだね、なんか遊んじゃったりもするかもしれないけど。でもどうする？ペコーラがさ、もし一人暮らししました、で猫とかさ、ワンちゃんとかペットを飼いました、でツイッターで、すみません今日は猫と遊ぶので配信休みますって言ったら。